こんにちは。高い声を地声で張り上げてしまう方におすすめのアドバイスをしていきます。おすすめのアドバイスとしては、空気の使い方を変えてみてください。空気を強く、早く吐くんではなく、はっはっはっ吐くんじゃなくて、ゆっくり大きく優しく使うようにしてみるといいかなと思います。はっはっはー。涼しい風吹く、青空の匂いって行くんじゃなくて、はっ。涼しい風吹く青空の匂い、今日終わったらと過ごしてみようか、ずっとこう漏れてる感じ、はーって。涼しい、一回ずつこう空気をふわふわふわ使うのはやめてみてくださいって感じです。もちろん表現として声もかもとかやったりするときはありなんですけども、張り上げてしまって辛い方は空気の量を一定にしてみるといいかなと思います。涼しい風吹く青空の匂い、今日終わったらと過ごしてみようか、夏が始まったあいつがした、傷つき疲れるけどもいいんだ。こんな感じでずっとはーって漏れてる感じで歌ってあげるような感じでやってあげるといいかなと思います。やってみてください。